目の下にクマができてますよ。できてないわよ。なんで1秒でバレる嘘つくの。目の下にクマがあるわよ。クマなんてないですよ。どうして1秒でバレる嘘つくの。なんなら部室で仮眠する。授業があるので遠慮します。残念、添い寝してあげようと思ったのに。ケーキ君に頭を撫でてほしいのだけど。いきなりなんですか。ゲンはどうですか。うん、よくわからないけどとてもいい感じよ、ケーキ君。いつも優しくしてくれるご褒美よ。もっとこう自然な雰囲気で質問できる場所は、例えばデートに誘うとか。ああ、ケーキ君は私とデートしたい。うわ、何やってんすか。何やってって首は。私をケーキ君のペットにしてください。言い直されても全く意味がわからない。私のご主人様になってください。それどっちにしろ同じ意味。いいな、私も叱ってほしいなって見てたの。そういう伏線。というわけで私をケーキ君のペットにしてください。すみません。か、いろいろ小さくて可愛いわよね。うわ、あらあら、驚かしがいのある理想的な反応をありがとう。佐伯先輩、いきなり何するんですか。ケーキ君が会いに来てくれないんだもの。私の方から来ちゃったわ。先輩、胸が当たってるんですけど。そんなことは些細なことよ。先輩の胸は些細って言葉で済ませていい大きさじゃ。近い近い近い。迷惑なのでそろそろ帰ってもらっていいですか。ひどいわケーキ君、私たちあんなことまでした仲の。あんなことってどんなこと。嫌がる私を無理やり押さえつけてあんなに激しくしたじゃない。私初めてだったから怖かったのよ。ケーキ先輩、いつの間に。ご主人様。うん、帰ろう、俺たちの世界に。大丈夫よ、訴えたりしないし責任を取れとか言わないし盗撮とかもしてないから。それ逆に不安になるんですけど。ねえケーキ君。何ですか。私初めてだから優しくしてね。ちょっと黙っててもらえますか。あの、さゆき先輩。何かしら。そういうわけだから瞳のつく場所でのアプローチは控えるようにするわ。先輩。だから瞳のつかない場所でたくさん誘惑しようと思うの。先輩、冗談よ。ところでケーキ君、私の今日の下着はまさかの黒よ。いきなり何の告白。ケーキ君は女の子に好かれすぎよ。ああやってみろ、我が孫よ。ケーキ君、誘ってくれてありがとう。消去法ですけどね。じゃあどうして今日来てくれたんですか。それは、そのケーキ君が誘ってくれたから。それってご主人様がやれと言えば、中継は熊にも戦いを挑むものよ。ボーリングは熊ほど難易度高くないですから。ものすごく信頼されてるな。兄さん、お茶が入ったけど。ごゆっくり。はずっ。数ならどうだ。ご主人様。お願い。スカートめくってみせて。ここで。しかも今まさにそのパンツを履いてるわ。ちょ、先輩、トランクスってそれ俺のパンツじゃん。いや、確かに暖かいけども。ケーキ君ってば顔が赤いわよ。誰のせいですか。